これはこの物語の主人公の胃袋である。噴門部に胃がんの兆候が見えるが、本人はまだそれを知らない。これがこの物語の主人公である。しかし今この男について語るのは退屈なだけだ。なぜなら彼は時間を潰しているだけだ。彼には生きた時間がない。つまり彼は生きているとは言えないからです。